皆さんこんにちは。 NHK の次期エースと言われる赤木野々花アナウンサー。色白のふっくらした容姿が魅力的ですよね。そんな赤木アナの結婚相手の経歴や馴れ初めについてに加えて歴代彼氏についてまとめました。また放送事故があったとも話題になっているようなので、それも加えてご紹介していきますね。まずは赤木野々花さんのことをよく知らない人のためにも、簡単なプロフィールや生い立ちもご紹介していきますね。赤木野々花さんのプロフィール。出身地岡山県岡山市。生年月日1990年8月8日。身長158。血液型 O 型。最終学歴慶応義塾大学総合政策学部卒業。勤務局徳島、大阪、東京アナウンス室。部署放送部。活動期間2013年。赤木野々花アナウンサーの経歴は、岡山県岡山市出身、岡山市立京山中学校、岡山県立岡山城東高等学校を経て慶応義塾大学総合政策学部を卒業後、2013年4月に NHK にアナウンサーとして入局しています。大学2年の2010年には BS 富士ワッチミーテレビ×テレビに出演しています。また大学で国際報道を学び、 NHK ワールドでアルバイトや番組にも出演しています。2011年には第16回新橋小市祭りの浴衣美人コンテストで準グランプリに輝いています。その一方ではアナウンサーを目指し、第28期日本テレビイベントコンパニオンとして活動。2012年に日本テレビの深夜番組イベコンでリポーターを務めています。また同時期にはアナウンサー養成所で知られるテレビ朝日アスクを受講しています。アスクの同期で現在キー局で活躍している女性アナウンサーは NHK の井田加奈子さん、堀さゆりさん、テレビ朝日の弘中彩さん、日本テレビの中島芽衣さん、後藤春菜さん、テレビ東京の角玲奈さんなどがいます。 NHK に入局後、初任地である徳島放送局に赴任し、徳島ニュース845などのニュース番組や中継リポートなどを担当。5月25日放送の土曜スタジオパークで他の同期アナウンサーたちと共に初お披露目されています。赤木アナが注目されたきっかけは、2014年6月から開催されたサッカーワールドカップのハイライト番組です。全国放送に登場し、そのあまりの可愛さでネットで話題となっています。同年8月には NHK 総合ニュースウォッチ9にて夏休み中の広瀬智美の代わりにスポーツコーナーを担当し、さらに知名度も上がりました。一説によると、初任地が中国、四国の放送局に配属されると出世コースと言われており、将来はエース候補として東京アナウンス室で活躍することが多いと言われています。2015年春の人事で NHK 大阪放送局に移動。3月30日からスタートのニュース番組ニュースホット関西のキャスターを務めています。2016年8月には同月開催された2016年リオデジャネイロオリンピックデイリーハイライトのキャスターを務めています。2017年4月から東京アナウンス室に配属され、 NHK ニュースおはよう日本平日の前半パートのキャスター、古舘伊知郎が MC を務める新番組人命探求バラエティ日本人のお名前などの番組を担当しています。2018年度からはおやすみ日本眠いね新世代が解く日本のジレンマを担当しています。2020年3月17日からは音楽番組歌コンの司会を担当しています。2022年4月2日からは新番組サタデーウォッチ9のキャスターを担当しています。このように赤木アナは本当に大活躍されていますね。とても魅力的で男性からも人気なことでしょう。そこで歴代彼氏について調べました。またそんな赤木アナはご結婚されていますよね。一体旦那さんは誰なのでしょう。ご紹介していきますね。
まずは歴代の彼氏についてですが、なんと調査したところ、情報を集めてみましたが、現在の旦那さん以外、彼氏に関する情報は残念ながら全く出てきませんでした。アナウンサーといえば男性にも人気があり、歴代の彼氏も多いイメージですが、実に赤木さんが誠実な人か伺えます。続いて、そんな赤木アナの旦那さんは誰？といった話題についてです。赤木野々花アナの結婚については、2020年8月27日発売の週刊文春が報じています。赤木野々花アナの旦那さんはテレビ番組のディレクターで、身長180くらいのがっしりした体型のイケメンだそうです。年齢は赤木アナより2歳年上、俳優の林遣都さんに似ているそうです。お二人の交際が始まったのは2018年頃からだというので、交際2年で結婚の報道がされたようです。親友でもあり NHK の同期、上原美月アナや番組関係者らにもすでに結婚相手を紹介していたそう。加えて知人団によると、2020年時点では新型コロナウイルスの影響などで残念ながら年内の結婚式は諦めざるを得なかったそう。また2021年春頃に結婚式を行う予定で、ガーデンウェディングが可能な会場を抑えていたんだとか。赤木アナと旦那さんとの出会いは2018年、ネーミングバラエティ日本人のお名前です。古舘伊知郎さんと赤木アナが MC を務めた番組です。当時旦那さんはこの番組のディレクターを務めていて、赤木アナに惚れてしまったのだとか。そこから親しくなり、真剣な交際が始まって2019年頃に結婚を意識し始めたと言われています。赤木アナは結婚報告を古舘伊知郎さんに一番最初にされたということなので、お二人にとって古舘さんは良き相談相手であり、愛のキューピッドだったのは間違いありませんね。ただ NHK ではプライベートなことには一切公表しないし、民放のアナのように結婚しましたという自身での発表もありません。お子さんの情報も現在のところ見つけられません。 NHK では産休や育休もしっかり取得できる環境にあるので、ママになってもアナウンサーとして頑張ってほしいですよね。最後に赤木アナの放送事故についてご紹介して、この動画を締めたいと思います。赤木野々花アナはスタイルが良いので、ネットではカップサイズの話題やブラヒモが見えたとか、そんな内容が多いです。その中に放送事故という検索があるのですが、これは何なのか調査しました。大阪放送局時代にニュースホット関西の番組内で災害時のロープ降下訓練に参加した時に、ロープが股間に絡んで大変なことになったらしく、その姿が話題になってしまったのです。これがいわゆる放送事故と呼ばれているらしいのですが、赤木野々花アナにとっては恥ずかしい絵だと思うので、なんだかお気の毒ですね。アナウンサーは特に生放送でテレビに出演する機会も多いと思うので、気をつけないといけないですね。いかがだったでしょうか。今回は赤木野々花アナの歴代彼氏に加え、結婚した旦那は誰なのかについてや放送事故についてご紹介していきました。今後の赤木アナについても温かく見守り、ご活躍を応援しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。